当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。ロードマーベル、いやいい個体だね。これはまた綺麗な個体だ。綺麗だな。なんだっけな、若干硬いって言ってたかな。ここまで、若干硬いんだな。いやちょっと硬いな。竜頭の汚れだと思うんだけどな。竜頭周りをちょっと分解してみましょうか。ベルトは新品入れたんだな。この辺はやっぱ白さんっぽいな。硬い、硬い。ちょっと硬すぎる。おお、きれい。めちゃくちゃきれいじゃん。サビかな。なんだろうな。リューズのところをグリスアップするか。リューズ、そしてここら辺だな。パッキン周り、リューズ錆びてんな。錆びてない？やっぱ錆びとるな。ここ怖いな。取れる？錆びて押せねえ。ここ多分入り込んでんな。押せなそうだな。押せないんじゃない、これ。いやーこれはね、押せない。押し取りがピクリとも動きませんでした。なので竜頭操作は可能なので、だからそこの周りですね、竜頭抜かないで、その周り、竜頭周りにオイルを差しといて終わりました。どうしようもできないですからね。オーバーホールまではいかないふうな個体ですから、まだまだほら綺麗なんですよ。かなり綺麗なんですが、こういったこと結構あります。ヴィンテージではよくあることなんです。要はおしどりの付着結構あるんですよね。
まあ、なのでオーバーホールとかそういった時にがっつりね、まあ、作業した方がいいかもしれないですね。うん、今回はリューズ周りにオイルをさして終わりました。いや仕方ないね、結構ありますからね。それにしてもまあ綺麗だな。そう、ヴィンテージはねやはり部分的な腐食もあったりしますので、そういったところもまた気をつけないとダメなポイントでもあります。ということで、今日はまたハッピーさんからの依頼ですね。ハピネスさんからの依頼なんですが、まあヴィンテージです。あの人結構ねヴィンテージとか買うので、でロードマーベル、ロードマチックとは違いますね。ロードマチックとは違います。ロードマーベルは手巻きかな。まあロードマーベルといえばいろんなまあ種類があったりしてね、やはりヴィンテージ好きとしては持っておきたい一点だと思います。俺はないけど、あのね今回あのルーズがちょっと硬いっていうことだったんですよ。うん、で買ったけどちょっと硬いから見てくれないっていうことでこのところに行きました。やっぱり少し硬いんだよね。あ、ちょっと硬いなと思って、で蓋開けてみたら、裏蓋開けてみたらかなり綺麗だったんですよ。うわめっちゃ綺麗だな。なのでこうグリスかなんかが固まってんのかなと思ったら、おしどりのポイントが錆びてたんです。うわーと思って、たまにこれヴィンテージあります。すごく全部綺麗なんですよ。裏蓋開けてムーブメントも綺麗だが、しかしおしどりが錆びてるんです。何かというとリューズからの侵入なんですよ。水の侵入、かなり綺麗だから、すごく綺麗だから、見た目もすごく綺麗で大丈夫かなと思うんだけど、これねおしどりが腐食してると意外と厄介です。相当に厄介です。要はおしどりが押せないんですよ。今回も押せませんでした。押せないっていうことはリューズ抜けないんですよ。ってことはその先どうするかっていうと、バラせないんだよね。そう、バラせなくなるんです。どんなことが起きてるかというと、こうやって巻き芯があるじゃないですか。でこういう風な形をしていて、これ巻き芯で、まあ時計に入ってるんですけど、おしどりってこの部分です。こういう突起があって、こうかな、こういう感じ、こういう感じだ。でこの反対側にこう、こういう感じ、こっちが文字盤、こっちがムーブ、要は裏ですね。裏にやるんです。でおしどりここを押すじゃないですか。ここを押してあげるんです。これがおしどりだね。ここを押してあげると、これが全体的に上にずれて、でここの突起が外れて、これが抜けるんです。この突起が外れないとダメなんです。でネジ式かなと思ったんです。ヴィンテージだったんで、ヴィンテージなのでネジ式かなと思ったんで、もうそれもわからないぐらいに錆びてるんです。ここはかなり錆びてる。ここはすごかったの。っていうことはここが腐食してんだよね。どうしない、ここがね腐食してんの。腐食して固着されてんだよね。なので押せないの。ただ巻き芯の中の巻き芯では操作ができるんです。巻き芯での操作ができる。手巻きですからゼンマイも巻けるんです。なので抜けないんです。これね意外と厄介なんだよ。これバラすときにバラせないの。まあどうやってバラすか、まあどうやってかなるやるか考えてはいるんだけど、まあとりあえず天前のとこ外して、天前のとこ外してもここは ここがまあ抜けちゃえば、ここの職のとこはね、これが外れてくれればズボンと外れてくれればいいんだけどね、意外とだからこのねサビの部分、意外とこの腐食、おしどりの腐食ってヴィンテージじゃ結構あるんです。意外とあるんですよこれ。まあ何件か見たこともやったこともあります。バラしたこともあるし、
バランスのもね、やっぱりね、なかなか大変なんです。かなり大変なんです。だからまあ今回は、要はこのケースのところですね、ここ。ここが硬かったので、ここにオイルを挿してあげるような感じですね。ここにオイルを挿してあげる。そうするとまあスムーズに回ったんで、あ、これで当分はまあこの感じだね。これでまあだましだまし使うしかないなような感じです。この感じでいいかな。まあ、バラスとか、あとはオーバーホールですね。その時はもうかなりどうなるか分かんないぐらいですね。どうなるか分かんない。バラせるかどうかも分かんない。感じな答えですね。相当に綺麗だったんですけど、かなり綺麗だったんですけど、こうやって一点だけ、要は水の侵入がここから入るんです。リューズの隙間。で、ヴィンテージなので、本当に水の混入は気をつけてください。防水はほぼゼロですから、ここから入るんだよね。で、どっかで腐食するんだよ。こういったところで腐食、こう回ったんだろうね。水が回ったんだろうね。この辺はオイルがね、あったりしますから、水がこうね、つきにくかったんでしょう。で、ここもね、グリスでちょっと固められて、で、乳化して、水が混ざって乳化して固くなってたんで、ちょ、オイルを差し直したらスムーズに、ね、回りましたから。ただ、ここはもうね、密着してるもんだから。ここはもう腐食して一体化してしまったということですよね、うん、意外とはねあります。ヴィンテージは結構ある症状なんです。これバランスのは結構大変です。かなり大変な作業になるんです。取れるか取れないかなんですよ。要はこれが外れるからなんですよ。ここに受けがありますから、この受けを取ってさえしまえばなんとかできるんですけどね。まあこういったことをヴィンテージ買う際には注意ということではないです。もう注意したところでわからないし、こればっかりはね、賭けです。本当に賭けなんです。だって見れないんだもん。裏蓋取って見せてくれ、パッと見せてくれるとこもあるかな。ちゃんとしたところで買えば、まあなかなか見せてくれないよね。裏蓋まではさ、裏蓋の中まではさ、なかなかやらないからさ。だからもう買うときはもう賭けです。これはヴィンテージ買う時の賭け、ね、あるんですよ。これ結構あるんだよね、まあだから買う時のその注意点の一つとしては、まあ水の侵入がないかどうか。もう文字盤の側に入ってたりしたらもう水の侵入があるってことだから、そこはまあ確保はできるけど、今回みたいにかなり綺麗な個体ですね。相当に綺麗だったから、そういったものでやっぱり気づかないよね。気づけないから、まあこの辺は賭けです。ヴィンテージ買う人賭けですから、こういったこともヴィンテージにはよくあるっていうことです。そこをまあ加味した上で、まあヴィンテージと付き合っていくのは大事じゃないでしょうかね。まあバランスっていうか、まあオーバーホールの時ですね、マキシンが折れたとかそうやってなるとまた厄介な作業になりますから、そこの注意点ですね、もしヴィンテージを始めようとかね、集めようとか思う人はこういったところです。気をつけてください。でヴィンテージはね、やっぱりはね、あれなんです、防水がない、非対応ですから。パラウォーターとかもありますよね。まあパラウォーターとかっていうありますけど、防水と呼ばれるやつですね。シチズンとかでも出てますね。昔のヴィンテージのその防水と呼ばれてるやつですね。あれは今の現代で言えば生活防水レベルなんです。ただヴィンテージだからかなり昔ですね。もう40年50年前の、まあ、パラウォーターとかってなるとその時代の生活防水ですから、もう現代になってしまえば40年50年経ってしまうって、今の現代で言えばもうほぼ防水はないと思ってください。なので全般的にヴィンテージは防水はないと思った方がいいです。ないと思って装着する、ただまあ汗かいたら汗かくような時はやらない。水作業の時は必ず外す。汗ってね、結構ね、入るんだよ。今回もこれね、汗なんだよ。これ汗。汗が錆びて、汗が錆びるでしょ、これ汗なんだよ。絶対汗なの。汗って結構ね、じんわりかいて入っていくから。リューズなんだよね、リューズ。結構リューズなんだよ。まあでも仕方ないんですけどね、この辺ばっかりは、こういう個体もあるっていうことですから、ヴィンテージを買う人はかなり気をつけてね。選ぶっていうか、もう賭けだけどね、こればっかりはもう本当に賭けですけどね、こういう答えもあるっていうことをね、しっかりと熟知していてもらえれば、またヴィンテージも楽しく集められるんではないでしょうか。ぜひヴィンテージライフ
楽しんでください。こういうこともさ、やっぱさ、ヴィンテージの楽しさですよ。うん、ヴィンテージの楽しさですからね。まあこれはこれで諦めて、まあこれをまあどうにかするって時はかなり大変な作業になるってことですけど、まあ動いてるうちはまずこれで使ってもらって、まあオーバーホールとなんかになる時はまあ壊す覚悟でバラすかもしれないけど、その辺はね、まあどうするんでしょう。まあ一旦お返ししますけどね。ってことで、こういった日々のサイトはインスタ、ツイッター、そちらによくアップしております。そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。いやでも綺麗な答えだったね、今日はね。綺麗な答えだった、うん、いいの探すねいいの見つけるなと思ってさ。ってことで、本日もご視聴ありがとうございました。こっちには